マイケル応援どちらかしか獲得できません。俺は引くよ。俺だって引くよ。シンジだろ、欲しがってんじゃん。やっぱ、いや、まあだけど正直シンジめちゃくちゃ面白い能力したから欲しいけど、応援きついでにシンジって感じ。きつい？応援きつい？いや、応援はきつくねえさ。今言うさ、まあ、誰がきついっつったらさ、うん、俺だよ。確かに。ああ、今誰と話してた？ちょっとあれは直視できなかった。なんで？気づいていいから。おい、はい、ということでちょっとやっていきましょうか。まずちょっと見ます。まあ、今回来てるのがデニス・ロー、オーウェン、岡崎ということで、いや、サプライズは岡崎だよ ね。 そうだね。レスターの岡崎来ましたということで、おすすめ育成で比較していきたいと思います。セカンドトップで総合値100で能力こんな感じでございます。びっくりするのはディフェンス80、フォワードの中だったら多分一番ディフェンス能力高いんじゃないかね。俺もちょっとさっきツイッターでセンターバック岡崎慎二の能力投稿したんで、ちょっと見てない方は見てほしいんですけど。あ、そうですね。99とかいくからさ。はい、デニスロいいんだよね。おすすめ育成で総合って103までいきます。101。ちょっとねフィジカル系もあるのよ。そうだね、デニスロ。しかも身長も高すぎず動きやすいし、オフェンスセンス高くて瞬発あるから、相手剥がして突っ込んでく可能性はめちゃくちゃありそう。あるわ。はい、総合値103。オーウェンは俺も前のオーウェン使ってるけど、普通にめちゃくちゃ抜けるから、能力がちょっとエトーに近いかも。ただドリブルはこっちのオーウェンの方がある。イークトンの中で一番使いやすそうなのはこのオーウェンだよね。オーウェンめちゃくちゃ使う。これ使う人増えそうだな。ハイライトね。ハイライトこんな感じで来てるということで、まあ、久しぶりに来たのはベルナーで、あとエベレチイーズも来てるしね。エベレチイーズ来てる。ということでオーウェンやっていきましょうよ。やりましょうか。はい、よし。うわ、10。まだいい。マジでエーサー一回本当の本当の神力してるからな。4 5 6 7 8 9。マジやめてよ。こんだけ長いこと準備してからさ、来ないのって結構ショックだよ。あー、甘いね。ハイライト狙ってたから。おい、ハイライト来てんの？あれ？あれ？これ？イーズ？イーズぞ。イーズ持ってないよ。あ、マジ？エベルチイーズ。お、ベルナも来た。ベルナもいた。おー、ウェン！え？え？あ、白か。白かと思った今。あー、怖っ。ねえ、なんかたまに黄色っぽく見える時ない？いや、見えた見えた。俺マジで今、あれ来ちゃったかと思った。キーパー？この色のキーパー多いよな。ニック・ポープ。引けず。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし、これ来たわ。マジ？うわ、マジじゃん。え？9、確定だよ。1は確定。まあ、これがやり方ですから。マジやめてくれ。たぶん。10? あ、これあれじゃん。シェンジー！いやだけどね、ってかさ、プレミアのさ2部出るのさ珍しすぎてさ、クソレアかと思った。いや、俺も激レアかと思った。だって赤いプレミアのマーク出てきたからさ。そうか、2部か。なんかさ、むしろ2部の方がさ、なんか激レア感あるね、マジで。やばいやばい、いいな。やっぱこっちで10秒がいくんのか。久しぶりに見しちゃったわ、あの10秒引き。遅くない1言うの。5、6、押してから2、3秒後に1やる。8、よし、あ、もうここでいこう。ちょっと遅くなっちゃったから、ね、10秒今、帳尻合わせました。10秒押してから10秒ぴったし押さないと。ちょっと待って、え、またキーパー？あ、違う、シティか。もうシティ。いやー、待って、コバチッチ、やべ、引き割りぞ。ここじゃないんだよね、ここなんですよ。あ、岡崎押しちゃった。岡崎じゃないよ。おお、オーウェン押して岡崎ってことで、デニスロ行けばいいのか。あ、それだね。1、2、え、来てもらっちゃ困るけど。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。完璧、来た。え、あ、来た。え、来てる。やばやば、ちょっと待って。え、ちょ、オーウェンやめて、ローにしろ、ローに。まだ、俺やば、うん、あ、引けねえかー、うん、完璧だったもん俺マジで。え、しかもまだ分かんなくね。え、しかも俺らまだ全然引いてなくない？え、来る。おー、びっくりした。イーズもで、久しぶりのベルナーも入ったし、いや、今回良かったな、うわー、マジで。怖っ。まずはスカットご紹介したいと思います。いきましょう。ということで、オーウェン育成しまして、スカッと完成しました。申し訳ございません。岡崎選手に関してなんですけど、経験値の方が足りなくて、ちょっと育成の方ができなかったので、育成でき次第、ちょっとレビューの方をさせていただきたいと思います。本当大変申し訳ございませんでした。まあ、そんな気を起こすなって。
ということでですね、切り替えていきましょうよ。ちょっとまあまあ紹介させてください。フォーメーション少し変えました。4-1-3-2ショートカウンター、ゴールキーパーチェフ、フォーバック左からラーム、トビアス、アラウホ、ビッサーカー、ワンボランチにカゼミロ、今回に関してはカゼミロ選手、負担がちょっと軽減されております。確かにちょっと狭くなってんだ、左サイドハーフにデニューソン、右サイドハーフアーノルド、トップ下 OMF キングメッシュ、そしてツートップ、左セカンドトップロベルト・バッチョ、そしてこちらにセンターフォワードマイケル・オーウェン、ベンチメンバーメドベロ、ベニシウス、ネスタ、コスタ・クルタ、トウ、ロカル・ビエロ、ゼゴ、クライフ、カカ、マルキーニョス、ムバッペ、以上です。そして能力見ていきたいと思うんですけど、173cm22歳ということでね、ラインブレーカーですよ。能力のこちらです。オフェンスセンス96、ボールコントロール88、ドリブル92、ボールキープ84で決定力93。ちょっとねこれで抑えました。スピード瞬発です。いかれてるわ。まあ101に合わせたんですけど、まあ監督効果で、あ、そうだね、瞬発の方が上がりまして102と。うわー、これ早いぞ。でボディコントロール88、スタミナ88、まあ本当にボールを持てるという選手になっております。そしてこちら逆足頻度高い、そして精度最高、まあこれブースターはアジリティですね、うん、でスキルなんですけど、以前のオーウェンスキル確か7個ぐらいしかなかったんだけど、今回2つ増えました。アウトスピンキックもなかった。まあっていうのもオーウェンそのまま継承させまして、前のやつね、そう前のやつをオーウェンはアウトスピン、ダブルタッチ、ミドル、スパサブ、この4つをつけたんですけど、この3つになってしまいましたそうか、1個かぶっちゃったから。そうなんですよ。まあもうアウトスピンに関してはもう捨てようかなと、うん、いう感じで、まあしょうがないです。で2個残ってるんですけど、今回こちらにワンタッチパス、闘争心、はいはいはい、こちらをぶち込みたいんですが、ワンタッチパスに関しては持ってました、うん、闘争心に関してはこれからロンバルジガチャを引かしていただければなと思います。はい、ずらっと言います。もうここ闘争心出た時点でとりあえずあのぶっ込みます。60もあるね。ありますんで、うん、まあまあ引けるでしょう。1回目がどんどん引いていきます。いや60ありゃ来るっすよ。ドロー、ね、信じたい。コントロールループ、まあなんならね、ここでいいスキル来てくれてもね。あ、そう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 。だからやっぱ闘争心外だったら来てほしいのは、まあダブルタッチとかだよね。おいいスキル来んの。いいね、うん、だいぶ緩くしてくる。おー、うわ、今漢字来たから闘争心かと思ったら違ったわ。いいのが来すぎても、いやいらないやつはもう消せると思ってね、うん、やっていきます。エラシコ、もう特殊にした。おお、来ました、ダブルタッチ。さあそのダブルタッチは誰につけるのか。ポイントくれです。ジーコ、ダブルタッチ持ってなかったんで。ああ、確かに。じゃあネドベドかどっちか迷ったけど、まあネドベドはさ上位互換が来ちゃってるからまだ取っといてあれば。いや、ジーコは怖えな。いや、なんか徐々に強くなってる。いや、ナンバー10追加でやっぱ強くなったんだ。ダブルタッチ、いや、ヤマトでもいいね。なんかさ、ワンタッチパスとかスルーパス系はさ、結構持ってる選手多かったりするけど、ダブルタッチなんか極端に少ない気するんだよね。なんか、まあ、やっぱやる選手やんない選手いるからね。うん。これいらないの来ましたね。ロングスローはマジでいらないな。ちょっと終わるんだけど。さて、ああ、さすがに前回もなんか闘争心だけなんか来てなかった気がするんだな。その前は結構来たイメージがあるけど、うん、なんか一時期闘争心フィーバーあった時めっちゃ来てたよ。一番最初のスキル追加ガチャかなんか闘争心6個ぐらい来てた。いや、やばかった。やばい、欲しいやつが来ない現象起きてるな。お、ワンタッチパス、ワンタッチパス来てるね。おお、これいいな。あ、お、すげえ、ダブルタッチ。マジか。俺にしちゃ珍しいぞ、ダブルタッチが。めっちゃいい引きだ、俺は。あ、まんまあ、なんて。来ました、来た、ね、闘争心、ワンタッチパス、闘争心で、はいはいはい。おお、ついによしよし、着きました。まあ、ぶっちゃけいいじゃね、ぶっちゃけスタメンで使うんだったらスーパーサブとちょっと抜いて、まあスルーパスもありかなと思って、まあ正直ミドルも別にこの2つ上ちょっとまあなくてもいいかなって思ってるんだけど、これでいきたいと思います。はい、私のスカットはこちらでいきたいと思います。ということで、私はですね、フォーメーション4-1-4-1ショートカウンター、ゴールキーパーピーターシュバイゲル、フォーバック左からコスタクルタ、ダリコミーアラウッホーアルワンビスカーアラウッホーアルワンビスカーミッドフィルダーが5枚、マグレー左サイドハーフにリベリー、右サイドハーフにルイス・フィゴー、右サイドハーフにルイス・フィゴー、
ビーズいるな。ちょっとビーズのニュアンスもちょっと取り入れまして、あとお姉のニュアンスも入ってます。お姉だったわ。あ、そっちの方がしっくりきた。そして、トップ下2枚、左ネドメイド、右カビルコメッシー、センターフォワード知ってる、ね、シェフチェコ。さて、はいはい、このようなメンバーでいかせていただきたいと思いまして、マルティーニ・ビエロ、このようなメンバーでいかせていただきたいと思いまして、マルティーニ・ビエロ、レガールド、フレキー・リオン、ネイマール、ニコ・ウィリアムズ、ロナジーノ・ガウーション、ベルーツ、キリオン、ブッポッペー、カイ・ハバーズ、ロマン・レオン、カワイ・ルベリゲー。いや、ロナジーノの時、私って言ってほしかったな。ダメやだやだ。バンダナ巻いてこいや。いや、確か俺ちょっとあれだなと思ってきたんだよな、バンダナ。うわぁ、ちょっとさ、俺もつけたくなっちゃうじゃんかよ。ちょっとダブルダッチだけつけちゃいますか。25万 GP。 いいね、俺もちょっとこの先輩のネドベドのダブルタッチ、じゃあこれを見てからちょっとネドベドはつけたいと思います。じゃあ俺ちょっと、ね、あれダブルタッチ2位やんだもんね。2位やってネドベドまだ渋ってるからさ、特別強化ということでダブルタッチ。わあ、いいね、いるね。めちゃくちゃ強いぞこれ。まああとね、残り1個あるんで、良さそうなのあったらコメントくれれば。ついにオッケー。じゃあ行きますか。行きましょうか。うわー、怖えな。おい、職場かここ。言ってるわ。ちっちじ。しかもアラウーホーってちゃんと伸ばしてんだよね、しっかり。しかもこれでも切った方です。そんな長かった。すんげえ長かった。それ切ってたらわけわかんないっていうさ。伝えたいこと多すぎるわ。マジでな。今早速ダブルタッチ入れたの分かった？え、誰？今ネドベドどういうよって今。そこパスずれちゃうんかよ。やべ、抜けたわ。あ、やばっ。さあ、ここいける？あぶね。いやいや、ただ速いぞ。抜けるな、やっぱオフェンスセンスも高いから、多分裏抜けやばいんだよな。確かに。え、やばい。おい、やばいわ。高速裏抜け特化みたいな選手だよね。いや、めっちゃ走る。いや、速かった。これ通常だからな。やっぱ抜けちゃえば決定力が90以上ありゃいいな。しかも瞬発あるから機敏なんだよな、動きが。すげえ裏抜けしようとすんじゃん。その辺はやっぱり変わんねえな。やばい、めっちゃでくるな。おーぶね。めっちゃ裏抜けるわ。オフサイか。えぐいわ。いやー、まあオフサイドだったけど危ねえな。いや、これでも本当に闘争心はつけてよかったかもしれん。あー、そっか、ついてんのか。うん、確かに競り負けなくなるもんな。お、あ、セクションやばい。あ、危ねえ今の。え、多分新たなライブで来てちょっとテンション上がっちゃってんだよね。あの距離のポスト当て初めてでしょ。走ってるな、怖え。これ、アラコ疲れるんじゃねえ、さすがに。こんだけ走られたら。これ、ほんと。マジで何回も走られたらどっかでボロ出るわ、これ。前、でも、あれはいいガチャだったよね。あれはめっちゃいいガチャ。50で確実に引けるもんな、あれ。俺なんかね、ドッキリされたんだよ。あ、そうだっけ。確か、いきなり引いててさ、なんか。てか、応援っていた？いや、俺もなんかさ、ボックスいないからさ、記憶ないんだよね。いたよ。あ、やっちゃった、また。あ、やらかした、今シュートでよかったわ。うわー、味方が見えて消極的になっちまった。危ない危ない。お、来た。ダブルタッチしたいだけでさ、その後のこと何も考えてなかった今。その後つなげようとか何も考えてなく今やっちゃってた。いや、だからエトーに変わるんじゃない、完全に。応援、俺はもうエトーに変えて使おうとしてんだよね。 OK、 ナイス。もう応援の弱点なんで、ちょっとフィジカルがないぐらいとか。そうだね、フィジカルはないから。まあ、ただフィジカルなくてももう追いすがれなきゃ結局別に関係ないもんな。いや、そうなんですよ。うわ、メッシ行っちゃったわ。え、あ、オーケー。うわ、メッシ出すぎ。うわ、チャンスメーカーなのにチャンス潰した。やばい、いいパス。あ、今カミロコで打てたぞ。いいね。やべやべ、こいつら。確かにめっちゃ鍵上がる。おやばいやばいやばい、バカ早いわ。ちょっとマジ応援早すぎんな。
これはチャンス。あーなんそこ通せねえか。はあ、あーもうちょっとなんかうまくやればめっちゃ使えそうだな。ちょっと待って、俺のチーム名が短すぎるせいでめっちゃ長く見えんな。クソ字ちっちゃいもん。しかもウホとアラウホだし。ちょっとネドベド使いたいからリベリー。俺もネドベド出そう。ニコ・ウィリアムス行こう。いやちょっとマジで G 行こう。いいよ。いいね。オフサイドラインギリギリバカ攻めてるわ。おやばい、ネドベド。おドロップ、すげえ。よしよし、フラッグとか狙って。あぶね、ダブルタッチ来るぞ。そう、あ何やってんだバカ押せ。ちょっと多分足速すぎて反応が間に合ってない。やば、今の逆に俺今ダブルタッチミスったわってぐらい思ったもんな。おシェクシェコ、おーい、やばい。あ、打つな。あコスタクルタマジで無料とは思えないほど本当強いわ。そっち、あ、やばい、あ、来た。よし、うわナイスシェクシェンコ。マジか、やっぱ裏抜けの借りは裏抜けで返す。裏じゃなかったけど。あれしっかりパス、しっかり、しっかりパスだった。うわやっぱでも不利になるな。うん、さあ、うわこれ今後応援 VS シェフチェンコの戦い白熱するぜ。そうなんだよね、ここちょっと裏もうちょっと、こっちはフィジカルが強いけどやっぱスピードね、スピードも速いけど応援ほどじゃないからな。うわドリブルしてこれマジで。ええ、危ない。ありがとうシェフチェンコ。ただもうちょっと神の子使いてえな。うちの神の子は縦横無尽だからどこにもいけるぜ。左ウィングもいけるし、ぜひセンターバックやってほしい。そこは無理だ。え、やばい、ベールゴムが、お、いいとこ。うわ、いや今やばかった。 OKOK、 危なすぎた。ムバッペ裏抜けしたわ。ムバッペも普通に速いからな。うん、15か。さあダブルタッチ、今ダブルタッチ見たぞ。いった、うわマジか、危ねえ。バカ狙ったのに今。お、いやいる。いやここら辺でちょっと行ってフィーゴの位置にビルツ手前でとりあえず張っとこう。あ、裏行った。あ、超えた。おお今めっちゃヘディング強かった。これ本当に取れなかった方のモチベーションはいかに活躍させないかだから。マジでさあここで、いい、危ね危ね。いやどうしよう、ネドベとすっげえ裏抜けしようとしてくれてる。惜しい、やばい、延長行く可能性がある。こっ、こういうの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 。さあ、ここ空いてる。で、雑なパス、誰も幸せにしねえから、みんながハッピーじゃねえとサッカーは。え、ちょっともう2分しかないの。いや、そうなんや、ちょっと早いんだけど。ナイス、いやー、嘘でしょ。やべえ、マジで、早く、早く。OK。 やばい、頼む、押せ。やばい、誰もいない。うわクリアしろ。いや、いいよ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 。こっからですから、疲れてくんのは。やばい、全然シュート打てない。打ってはいるな。ハバース行くか。これ行こう。やばい、ハバーズ、スパサブだからな。ああ、ちょっと厄介な。あ、そっか、そうなんだよ。行こう。OK、いやいいよいいよ、ちょダブルタッチ使っていこう。いやそれはきつい、それはきついわ。厳しいか。え、マジ、いやばい、ナイス、ダヘをミスってんじゃないよ。マジか、いやってよくよくぞ。おい誰だよ、変わったばっかのネスタじゃねえかよ。ネスタか、マジか。やっぱ冨安との安定感の差はあるよな、あいつ。おい、お、またやった、やばい。ああ、ディフェンスへのちょっと守備やばいな。ちょっと、来た、ハバス、マジか。おー、オッケー、いや、くそ、いや、ちょっと、う、
あんたは下がっちゃいけないよ。とりあえず応援でやっていくから、やってくれるよ一瞬の動き。俺はあんたを信じてるぜ。お、うわー、なんか今応援じゃねえ飛び道具こうやってきたぞやっぱジーコも使っていかないとね。はいはいはい、やぶねー。いやーいいね、ムバッピもいいからな。だって俺どっか6点だか取られたから。ムバッピいったな、あれやばかったよ。ちょっとね、ただちょっと疲れてるみんな出すとこねえぞ。やばいやばいやばい、アラフォー上げちまった。うわぁ、ダメタッチいかない。え、お、マジかよ。終わるぞ。これ誰だ、パパスか。うわ、よしよしよし。いや最後入れるか。ちょっとさあ頼むぜ。うわ、なんかちょっとシュート増えてきてるぞ相手。マケレレに変えてビエラ。ちょっとでも応援を取れなかった悲しみをここで薄めよう。あ、やっぱドリブルバカしやすいわ。細け。いやもったいな、マジもったいね。あっちでもいいけど、中来るよ俺。うわーやばい。あ、オッケーオッケー、マジか、当たったか。中空いてるぞ、ナイス。え、ちょっと待って。いやー危ねえ、カーカおい、うわ、よしマジかよ、カーカ。いやマジでポストの時ちょっとゾッとしたわ。これはカーカのパス上手すぎたわ。いや、あれスルーしてる、しかもスルーしてるし、ナイス。いやただちょっと応援疲れてるな。おい、え、嘘、待って、嘘、おい、バカやろ。今音だけは入った音したわ。抜けたわ。決定力下げたのが今出たか。嘘嘘嘘嘘嘘、取んないよ普通にあれスルーパス通してきたよ。あー終わるか、やばい、危ない。終わった。 PK か、 OKOK、 よし、なんとかシュートは8対8。直感で信じていこう。いや直感が一番いいと思うよ。右次来るから最初。よしいいぞ、うわ、よし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 、やばい、読めなくなってきてる。カット、お、よしよしよし、じゃあ真ん中これ真ん中じゃないか。あ、やば、動かなくなった、ここは。よし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 、ちょっとなんか雲行きが怪しくなってきたぞまた。よし、逆か。でもよし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 、あぶね、あぶね、やば、いや、マジか。よし、やばいやばいやばいみんな待ってる、みんな待ってるって。やばいやばい、こっちだ。よしよし、真ん中。さあどこへ来る。絶対来ると思った。どこだ。よし。真ん中か。勝ったじゃん。よっしょ。また負けたよ。PK 勝てー、マジで。頑張りました。応援、頑張りました。応援。